い、皆さんこんにちは。ミラです。タカです。アメリカです。アメリカです。アメリカです。そうです。サンフランシスコ来ました。めちゃめちゃ天気がいい。それもそうだよ。ちょっと見せるね。この空わかるかな？雲一つない。快晴。春だな。そう、気温もね。影は寒いけど、日が当たってるとまあちょうどいいくらい。めちゃめちゃ快適、めちゃめちゃ過ごしやすい。そしてめちゃめちゃ天気がいいから、なんか気分がね、ワクワクする感じ。なんかね、さっき聞いたんだけど、このサンフランシスコってアメリカでも一番物価が高い街らしい。だからめちゃめちゃ高い。物価がえげつないことになってる、この街。朝パンとコーヒー2人で1個食べて17ドル。高くない？2000円ぐらい。マジで高い。東南アジアから来た僕たちからしたらもうやばギャップがやばすぎて。いや、 でもなんかビビる。でね、今ただいま僕ら絶賛時差ボケ中です。めちゃくちゃ世界一周始めて初めて時差ボケしたわ。待って、ちょっとさ、サンフランシスコってめちゃめちゃ坂が多いからめちゃめちゃ歩いて大変で、ちょっと今暑くなってきたから半袖1枚になったんだけど、これ見てよ、この可愛らしい家たち。なんかもう映画のワンシーン出てきそうな感じじゃない？あそこに見えるのがね、ビジネス街で今どんどん坂を登ってる。おい、どうした？これ急すぎる。マジで疲れたね。まあね、今とりあえずね、丘の上まで上がってきたから、でちょっとここで景色楽しんで、あそこ、あれが脱獄不可能って言われたアルカトラズ刑務所で、もうちょっとこっちね、そこにね、ゴールデンゲートブリッジ、赤いやつ、指をフォローして、そこのね、港の方にね、ピア39ってところに、ね、今から行こうと思います。こっちに何があるの？よくわからんなんかがある。ちょっと今ね、街を歩いてて気づいたことが2つあって、まず1個目は道がめちゃめちゃ広い。道路も歩道もそうだけど、めちゃめちゃ広い。日本の2倍ぐらいあると思う、歩道に関しては。でもう1個は家の形がほぼほぼ同じ。こういう風に出窓がくっついてんだけど、同じ位置に出窓がね、上まで突き抜けてる感じの家。あ、そう、2階から上まで。あれさ、消防署だけどめちゃめちゃオシャレだよね。なんかレトロ感たっぷりの消防署、消防車で、ね、さっきね、ここのカリフォルニアに住んでる、カリフォルニアじゃない、サンフランシスコに住んでるローカルの人にね、聞いたんだけど、安くても家の家賃が30万。だから誰も街の中に住めない。なんかたとえ6ディジットだから1000万稼いでる人でも、それはローサラリーなんだって。サンフランシスコに住みたければ1000万以上は当たり前に稼がないと、このダウンタウンには住めない。そんな街らしいよ。そんなこんなで歩いてきたらフィッシャーマンズワーフに着いた。一番観光客が多い。めちゃめちゃ多いって言ってたよね。めっちゃ雰囲気良くない？ミニドーナツ、ミニドーナツ、ミニドーナツ。なんか本当テーマパークみたいな、なんかディズニーとかユニバーサルスタジオとか、そんな感じ。一個のバケツでっか。あのバケツに36個のミニドーナツが入ってて15ドル。ファミリーバケットみたいな。まあ、これぐらいのサイズだけど多くない？すげえな、アメリカンサイズやばい。やっぱここのピア39ね、ほんと何でもあります。何でもある。レストラン、カフェ、デザート、お土産、食べ物がめちゃくちゃうまそう。確かにめちゃめちゃうまそう。何でも食べてみたい。しかもこんな雰囲気のお店が多分この海岸に沿ってずっとあるから、お金があれば。お金がないと歩くしかできない。でも歩いてるだけでも、なんかこういう音楽も流れてて雰囲気めちゃめちゃいいから、本当に見に来るだけでも楽しいと思う。
サンフランシスコのトラムがインドの電車状態。今そのめちゃくちゃ可愛いサンフランシスコのトラムに乗った。めちゃくちゃ高い。7ドル1人。これとサンフランシスコの物価。これはエクスペリエンスだよ。はい、今ねようやくサンフランシスコで一番有名なそれゴールデンゲートブリッジにやってきました。でちょっとここでねどうでもいい話を一つしたいんだけど、このゴールデンゲートブリッジ皆さん何色に見えます？ちょっと今これ遠いからクローズアップさせます。これ今何色に見えてます？赤でしょ。これ実はねオレンジ色なんですよ。いや違う、オレンジじゃない、それは赤です。赤ですよねそう赤なんですよ。ただねこれ国際的な定義だとオレンジ色なんですよ。インターナショナルオレンジっていうカラーなんですよ。これが何がインターナショナル？分からん明らかにこれ赤じゃね？なんかあのブランディングがついてるらしい。ゴールデンゲートブリッジインターナショナルオレンジ。そうだからねみんなも分かってんだよね。だからみんな認めてんだよこれがオレンジじゃないってでもう一個小話があって、そもそもなんでゴールデンゲートブリッジって名前に金色ってついてるのになんで赤なんっていう気になったことありません？ないか実はこのゴールデンゲートブリッジもともと赤にするつもりはなかったらしくて、っていうのもこの鉄でできてるから鉄を錆びなくするための塗料が実際は赤で、まずは一回赤色に塗ったんですよ。この赤ね。そうインターナショナルオレンジ、インターナショナルオレンジ色に塗ったんですよ。で本来はその上からさらに色を重ね塗りする予定だったんだけど、視界がめちゃめちゃいいと。基本的にここに天気が良くない、私たちはめちゃくちゃラッキー。よくね霧が出たりするんだよね。まあ下を船が通るから霧が出た際に赤色オレンジ色にしとくとバッチリ見えるってことに気づいちゃったんだよね途中で。だからプラスで重ね塗りプラスで重ね塗りするのをやめてこの赤色に落ち着いたんですよ、ね、そういうね小話がありました。別に知らなくてもいいけど。そう知らなくてもいいんですよ、どうでもいいんですよこの話。あここねなんか昔のゲームがいっぱい集まってるゲームセンター。まあこんな感じ、もう映像から見てわかるけど懐かしい感じ。めちゃめちゃ古いよね。いろんなゲームがあるから何をやりたいか。このゲームすごくね、なんかレーシングマシーンの1個時代が古いバージョンみたいな。もう上から見た図で走る、すごいね。ここにハンドルとギアがあるけど、めちゃめちゃ古いね。やっぱなんか昭和の時代に戻った感じ。あこれはこれはあれ分かりやすくね、これこっちからスタートしてこれ当てないようにずっと行くでしょ。でもこれ俺ちっちゃい時にやってた、日本でもあったよこのちっちゃい時に。じゃあ俺とレナルどっちが先っぽまで行けるか勝負すればいいんじゃない。はい、先行がレナです。25セント入れます。めっちゃ緊張してきた。はい、どこまで行けるか。めちゃめちゃ遅い。タイムリミットないでしょ。意外といけるやん。嘘やん。めちゃめちゃ真剣な顔でやってます。あもうめちゃびっくりした。え、電気流れるの手に。負けられないよレナがここまで行ったからここ越えれれば俺の勝ち。オーディエンスが来たよ。じゃあ行くぜ。すぐに失敗するでしょ。失敗しない。すぐに失敗するでしょ。スピード速っ、負けた。カリフォルニアの有名な、ね、シリコンバレーっていうところに今車で来たんだけど、ここのねテラスになってるところもそうだし、こっちもなんかね景
キャンパス内でご飯食べるときは全部無料だって。ビーチバレーやってる。すごくない？てかね、めちゃめちゃ広い。今これまだちょっとしか自転車乗ってきてないけど。